はいどうも、ロッペッキーです。今回はこちら、バンダイのガシャポン生き物大図鑑画面4、こちらを紹介していきたいと思います。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、ではこちらですね、今回ハコガメとワニガメ系の2種類のパターンですね。では開けていきましょう。いやー、毎回画面って仕様が変わるから楽しいですよね。ちなみに、ワニガメは第3弾で初登場。こんな感じでロゴが入ってますね。亀。うん。甲羅はローマ字で、お腹の方はひらがな。かわいいですね。今回こんな感じで、結構前頭層に近い見た目してますね。いやー、すごい。で、中の紙はいつも通り新聞タイプですね。はい、亀新聞。第4号。今回、ハコガメってことで、鉄壁の防御を再現してそうですね。はい。で、こちら、外れてしまった時とかの対処法も載ってるんで、後で紹介しますね。はい、ネパはこちら。まずですね、デバルハコガメ。今回出た、こちらの、一番立ち上げたやつですね。で、続きまして、マレーハコガメ。色はちょっと薄めですね。で、いつも通り、ハコガメリッシュテック。こちらはいわゆるアルビノ種ですね。で、今回ワニガメの、はい、新しい黒色。うん。いいですね。で、これがレアカラーのリアルカラーという風になってますね。で、こちら、展開の仕方はですね、箱ガメの何通り、箱の蓋を開けるかのように、こう開くことができます。で、行き切ったと思ったところがさらに一段階やると、さらに開きます。で、この状態で頭とか、手を出してあげる感じですね。いや、もう完全に新規造形っていうところはすごいですよね。で、今回ですね、塗装タイプに関しましてはこんな感じで、かなりですね、濃い塗装になってる分、最初に動かすときはかなりギッチギチだったり、塗料がまあ癒着してたりするので、ゆっくり動かしてあげてくださいね。一回お湯とかで軽く洗ってもいいかなとか思っちゃうぐらいにはくっついてたりします。で、これ行き切ったやつをこっちのところまで戻してあげて閉じる。そうするとこんな感じでちょうどいい塩梅に今から顔を出してくれますね。で、後ろ側も同じように少し展開の方がですね、行き切ったらさらにその先へって感じで展開できます。で、ここは厄介なんですけど、足を、ニョキって生やしてあげる感じですね。まあ足先の方を掴んで動かす方が展開しやすいので、このようにやっていきます。ただ、ここから力を入れると外れやすかったりするので、ちょっと気をつけましょうね。やっぱね、塗装バージョンは、見た目がいいんですけど、この分これ、くっついてたりとか関節硬かったりするので、そこら辺が、ちょっと扱いづらいかな。ただ、今回もですね、よくできてるなーって思いました。これ引っ張って出すのがね。まあ足先を掴んで後ろに引き伸ばすかのように引っ張り上げる感じですね。この時に結構外れやすかったりするんですよね。はい。とりあえずこれを、まあゆっくりでいいので、しっかりと引き出してあげましょう。ここね、コツはやっぱり、つま先から出していくことかな。で、まっすぐにしながら伸ばしていくとこんな感じで展開できます。ここのポッチのところでしっかり固定ですね。これ開く箇所を固定できるっていうのが今回いい感じですね。で、こんな感じで箱ガメの、はい、デマル箱ガメ展開完了です。ちゃんと口も開きますよ。で、この子ですね、まあ甲羅全面、お腹の方、そして手足、頭と全て塗装になってますね。相変わらずコストの書き方すごいな。でもこれですね、汚し塗装系に近いので、かなり個体差はあるかなと思います。こんな感じ。で、これは余剰パーツなんで、とりあえず置いておきましょう。で、次がですね、マレーハコガメとなります。この子はお腹の方、色づくに塗られてませんね。背中もちょっと砂色に近い感じですね。で、同じように展開。こちらはですね、ちょっと何回か動かしたりしてるので、展開しやすい感じになってますね。はい。で、口もちゃんと開きますよ。口のところは結構くっつきやすいですね。
今回手足に関しましてはかなりですね、色近いんじゃないかな。うん、セマルハコガメとマレーハコガメ、多分色的にはかなり近い塗装の仕方してますよね。はい、こっちもね、出しやすいとはいえかなり、うん、後ろ足の展開だけは難しいですね。今回最難関なのはこの後ろ足の展開かもしれません。まあ先に尻尾を展開してからつま先を掴んでゆっくり引き伸ばすっていうのが形ですね。でこんな感じで外れちゃってするので、まあそれを抑え込みながらですね。ただボールジョイントを PVC に挟んでるって感じなので、結構個体差出やすいかもしれない。で展開するとこんな感じ。うん、顔の色がかなり派手ですよね。でもそれしてもアコガメ系ちょっと遊んでて楽しいですね。で G ステックの方、こちら開けていきましょう。 ACC ステックに関しましては塗装はされてないので、お顔と、まあ、お顔というか目と口の中だけですね、塗装箇所。つま先とかほんと塗装されてない分すごい展開しやすくて、ボードを知るとか遊ぶっていうことであれば、多分一番このアルビノ氏であるリーシュースステックの方が遊びやすいんじゃないかなって思います。後ろ足もね、すごい素直に展開するんですよ。これはですね、塗装してるところの最大のメリットだなぁと思いました。うん、すごい。で、口の中はちゃんと塗装されてます。ピンク色ですね。かわいい。お目目も塗装済みですね。ま、あとはお好みで自身で塗ってみるのもいいかもしれません。ただ素材がですね、それぞれ ABS、PVC を表面に持ってきているので塗りにくいかなと思います。でこちらワニガメの黒色ですね。今回こちらはですね、まあリーシーステックと同じ、特に塗装されてない感じのものになります。はい、足を広げて、前足を展開。で、頭を引き出してあげれば、はい、展開状態の完成ですね。うん。こっちもちゃんと開くし、いいですよ。手足に関しましてもやはり遊びやすい上に黒っていうところがいいですね。で、口の中は舌が塗られてる感じ。いやー、こんな感じですね。うん。満足感はやっぱりワニガメ結構いいですね。小さいながらみっちりしてます。で、これ前作のカメさんのワニガメですね。かなりですね、こちらはすごい力入れてるなーっていうのを感じました。ではこちら、手足を開けてみましょう。リアルカラーバージョンですね。ちゃんとここに亀っていう色が入ってますね。うん。で、入ってる。で、今回こちら、レアが当たりました。レアに関しましてはですね、リアルカラーということで、かなり手塗りであるとは思うんですけど、塗られてます。全身フル塗装ですね。関節以外。で、尻尾展開して、足を展開。内側が、ライトグリーンかな？やっぱりちょっとくっついたりしてるので、少しずつ動かしながらキコキコやって、癒着を外そう。うん。で、手足を展開してあげて、頭を引き伸ばすと、うん、なかなか、カラーリングすごいですね。緑がね、いや、みたいな。で、こちら今回すごいなぁと思う。まあ、個体差激しいなぁと思ったのはお顔かな。口の中は黒く塗ってあって、疑似餌の部分だけピンク。で、こっち側から見てわかるんですけど。うん。第3弾の亀の時のワニガメと比べると、全身緑がかってる感じがしますね。で、これ、個体差。はい、こんな感じで顔が半分色違うんですよね。結構大きい差ですよね。でも、リアルカラーの写真見ると実際にね、うん。オレンジというか、肌色っぽい色が出てるので、色が正しいのかな。で、これ、しまい方はこんな感じですね。ワニガメに関しては、完全に手足がしまえるわけではなくて、それっぽく畳む感じになりますね。まあ、それもワニガメ説明文を読むとわかるんですけど、天敵がいなくなるまで大きくなると、手足を引っ込められなくなるってことですからね。で、こちら、リーシステックの方で、畳んでみましょう。
ちょっと名前噛みやすい。もうアルビノって言いたいね。で、足をこんな感じでしっかりと畳んでいく感じですね。伸ばしてたのを押し込むんじゃなくて、完全にくの字に畳んでいって、で、尻尾を入れて、こう、パチンとしまごだときますね。で、こちら一段階広げてあげて、腕を引き伸ばしたら、こういう風に、しっかりと溝に合わせてしまいます。で、これを後ろの方にスライドさせていって、クリアランスをちゃんと加工してあげてくださいね。こんな感じでクリアランス加工したら、パチッて閉じる。二段階締めると完全に締まりますね。こんな感じで、箱亀系は変形完了。いや、収納時期のいいね。では、ここのところ見てみましょう。はい。こんな感じで中で外れてしまった場合の対処法ということで、分解の仕方。片方の甲羅側面をこういう風に、爪かなんかでもいいので、まあ、しっかり引っ張ってあげると外れます。そしたらこれ、上と下の甲羅そのまま引っ張ってあげて、展開。うん。ここに軸で刺さってるんですよね。で、これ外れるってどういうことかっていうと、こういう感じで器具からですね、根元が外れてしまうことがあるんですよね。まあ、最初にこれ外して、シリコンスプレーとかそういうの吹いて調整してもいいかもしれませんけど、ピンにだけは、そういうの振らないように気をつけてくださいね。うん。いや、こんな感じで、しっかりとですね、まあ、外れたのをつけるときには、畳んだ状態でつけてくださいね。開いた状態でつけるとですね、最後合体させるときにですね、しまいきれなかったりとか、ピンが打つ場所がおかしくなってしまうので、それだけ注意です。今日は何回か噛んでるけど、ごめんよ。うん。で、仕組みとしてはこんな感じになってるんで、頭の方に関しては、ほぼほぼ取れることはないかな。それで手足がもげるぐらいっていうか、そこまで、ポロリがないところがいいですね。で、頭はこんなところが奥に入りますね。で、仕組みがかなり違うので、まあ、前作とかのパーツの有料とかそういうのは、あまりないのかなって感じで、ほぼほぼ新規ですね。で、これ、前後をこういう風にしっかりとですね、互い違いになるようになってるので、入れたら、はい、片方にピン通して、こんな感じで最後固定していきます。この作業の時に後ろ足でると縛れないんですよね。では、こんな感じで、簡単な解説させてもらって、よかったですよね。ちゃんと対処法も載ってくれてるのはありがたい。で、今回前後5種類っていうこともあって、その中でレアはワニガメでしたけども、個人的にはですね、意外と出なかったなぁと思ったのは、デマルハコガメかな。今回はこんな感じで終了していこうと思います。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。やはりリアルカラーは答えて出やすいけど、かなりいい出来ですよね。今回も亀シリーズ、なかなか面白い作りでした。では、またバイ。またね。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価ボタン、押してくださるととても嬉しいので、お願いします。もちろん、見ていただくだけでも、大変励みになります。それでは、また新しい動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。